Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ。さあ今日もスクイズシリーズやっていきましょう。今回は大福餅、見ていってください。それではね、ビニールに入った大福餅ですね。私の大好きなネオミリです、今回も。さあそれでは取っていきましょう。とりあえず1個取れるまでやります。白色がいいな。これでいきましょう。この白色取っていきたいと思います。どうかな。これね、アームがね、カップがないんですよ。全部ね、爪になってるんですよね。うまく取れるかな。はまれば一発ゲットもありえるけど、これ難しいか。ちょっとずれたな。むむむむむむ。さあ2回目。やっぱりね、あのね、白色が欲しいっすよね。狙いは白色。どうでしょうか。これです、この白色が欲しいっす。ただアームがね、爪状になってるからね、そう簡単にはいかないと思いますが、うまくはまれば OK。 来たよ。むむむむ。はい、それではね、ちょっとこのね、オレンジ色狙いましょう。大きいビニールに包まれたものだったら逆に取れるかもしれない。いきます。どうかな。アームが落ちてきて、大きいビニールの方が多分取りやすいぞ。どうかな。あー、またちょっとずれてるか。よーし、よし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 、来てる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 よ、来てるよ。これバレんだよ、バレんだよ。あ、これ当たるかな、筒に当たるかな、もしかしたら。ギリギリか、ギリギリか、ギリギリなのか。よし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 、外した。さあこの奥の方行ってみましょうね。いけるかな。よし、どうかな、この奥の方いけるかな。どうでしょうか。よし、はまったはまった。これは取れるでしょう。あ、ダメだ、ちょっとずれてる系。よー、さすがのネオミリ、このズレも修正して持ち上げてきた。いいぞ、これは取れたでしょ、間違いなく。よし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 、オッケー、イエス、取れました。はい、取れました。わ、手触り最高。これ粉っぽさも再現されてますね。で、押した時にこう戻ってこない。まあお餅っぽいですね。これはいいスクイーズだ。さあね、白も取れるか、もう一回チャレンジしていきましょう。さあどうかな。今ね、白を狙ってます。これ白取れたらコンプですよ。いいぞ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 、いいところにはまった。これはいいところにはまったぞ。よし、ゲッツ。いいよ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 、ゆっくり持ってきて、ゆっくり持ってきて、ゆっくり持ってきて。いいよ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 。落ちるな、落ちるなよ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 。きたー、白大福餅もゲット。開けていきましょう。はい、白大福餅ゲットでございます。これもまた粉っぽくてリアルですね。はい、ってな感じでコンプできました。以上、大福餅スクイーズ、手触りは最高です。バイ。